最近はなんか街でなんか嫌な目に遭ってないの？街で電車も特に。電車は大体、なんでそこ訓練をやつは、前結構いるし。秀樹がな、車の運転を常にやり始めた時に、車運転のこういうのムカつくなとかいつ思うのかなって気になるけどな。でもこの前高速乗ってさ、パーキング、サービスエリアからさ、で合流した時に、バイクが分かんなくて、マジ引きそうになった。横からすり抜けてきたってこと？いや、俺がさ、こう入るじゃん、合流地点に。その高速走ってるところに。ああ、流出するってこと？ PA から PA から本線に行くってこと？そうそうそう。はい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 。その時にバイクが、この合流側の左の車線走ってて、運よくバイクがブーンって行ったと俺入ってんだけど、俺完全にバイクが見えてなかったの。で、思ってたのがね、バイクなんてさ、ライト1個じゃん。お前もっと自分は危ない存在ですよってアピールしろよって思った。そうだね。だってなんかガードレールみたいなのしさ、ガードレールに完全にこの見る、多分丸いバイクのヘッドライトが隠れてて、そんなにビームも強くないからさ、そうだね。で、夜だったし、なんか俺だったら引き殺されたくないからさ、なんかもうちょい派手めにしとけばいいのになって思っちゃった。確かにバイクって、そういう時どうするんだろうって俺今思ったの。っていうのは、そもそも俺の、っていうか、まあ一般的なんだけど、PA とか SA の近くって、そもそも論、もう第一走行はその時走るなよって思ってるのよ。前も言ってたもんね、それ。でもバイクってそれ難しいのかと思った。追い越し車線側に行くのが。左2車線に、まあ2車線目、3車線目だとしても、2車線目をバイクが走るっていうのは結構難しいのかって考えると、いや、確かにバイク怖えなと思った、今。バイク危ないと思うよ、あれ。SAPA のあたりって確かに怖いな。だから LED とかでもうビッカビカにしてさ、なんかデコトラみたいにしとかないとやられるよって思った。本当そうだよね。あれダンプとかだったら見えてないと思うよ、マジで。で、お前が避けれんならいいけど、お前なんか、ま、もう誰にも認識されていないんだっていう認識で走らないと。多分ね、だから生半可に度胸のないライダーがそこは危ないかも。多分、それなりにライダーとしてスピード出せる人だったら、SAPA が近くなったら、一時的に2走目をまあスピード出して、で、そこが終わったら元戻るとかってやるんだと思うのよ。本当の、その多分、バイク乗りの人ってきっとね。そこで妙に度胸がない人で、だらだら第一走行ずっと行かなきゃいけない人っていうのは逆に危ないかもね、そこは。確かに。それか、なんつうの、どっちかって言ったら右寄り走ればいいじゃん。そいつ完全に左やん。それは危ないわ。そう。真ん中とかでも左なん、もう左の左。じゃあもう本当初心者の人とかもね、そういうとこで。で、運よく死なずに済んだっていう。もっと真ん中寄り走ればいいのにな。このぐらいかな。交通エピソード。もうね、俺あったんだよ、今日も。なんかさ、俺が一番嫌いなのって、今だみたいな感じで出てくるやついるんだけど。それが今じゃないやつでしょ？いや、もう後ろでいいじゃん。なんで今なのっていうのを思うの、本当に嫌なのよ。で、なおかつ、その時そういうガッツ見せた後に、その後落ち着いちゃってんの、もう。落ち着いちゃって、自分のペースみたいな。それ、俺が電車口にめっちゃ近くに来るけど、全然急いでないやつ一緒じゃん。なんか、お前の見せたガッツは何なそう。んだっていう。お前があの電車内で入り口にグーって来たのに、出たらのっそーってお前何の。それ車で俺はそれなのね。それで車ね。はもうガンガン行くんだと思う。めっちゃ踏そう。むんだと。そう。もうその感じなら、ガンガン行けよって思うよね。そう、お前わざわざ俺の前に、後ろ空いてるのに今だって来たんだったら、分かって山100歩ずついいだろ、やれよっていうのに、もう落ち着いちゃって、もうなんか、俺もう本当に許せないのね、そういうのって。で、今日一番それのやばいやつで、要はさ、うがった目で見ればどこまでもうがった目で見れるんだけど、なんか、
そういうふうに頭をもうグイッと出しちゃえば、驚いて止まると思ってるでしょみたいな。うん、いるよね、それ。お前かつてそうやってやってきたな、さてはと。なんか自分うっかり屋さんなんですみたいなふりして出たら止まると思ってんだろ。いや、それは止まるよ、普通のドライバーは。だってぶつかるわけにいかないもんっていう。でもなんか俺からすると、いや、そうやってブレーキ踏ませる権利おめえにねえからって俺すげえ思うね。うん。なんでお前のそういう行為によって俺がブレーキ踏まなきゃいけないのって思って、ぶっ込んでやってもいいけど、まあぶっ込まないよ。やっぱさすがにぶっ込まないんだけど。でも、もう本来だったら俺はお前みたいなやつでぶっ込んでもいいと思ってるからっていう。お前はそうやってやったら止まると思うからそうやってやるんだもんねっていう。じゃあ教えてやるよ、止まんねえやつをっていう。俺もそれ思うときある。思うでしょ、なんかさ、そうやってやれば止まってもらえると思ってるでしょっていう。それがもうなんか腹立つのね。で、今日それやられたの、もうまさに。ピーって、プーってやんないの。一味違うんで、俺のプーは。クラクションって反射的に、その本能とクラクションって一体化してないから、その、危ないっていうことは、ここの真ん中にあるボタンに手をかけて、押すとプーって鳴るような、プーって鳴らすじゃん。でもそれってちゃんと脳がちゃんと理解してるよね。だからその意味で本当にそのクラクションって価値があるとは思わない。で、今日俺のやったクラクションはちゃんと咀嚼してやったのかってっていうのは、夜道俺が走っててそいつが頭一個出すことによって俺が減速してブレーキを踏んで止まるに至ったと。え、ブレーキして止まるまでに至るの？止まったブレーキ止まった。なのに俺まだ押さない。うん。直通じゃないもん。俺の脳とクラクションは直通じゃないわけ。要はほらブレーキのさ、停止距離と制動距離と同じでってね、そのクラクションは俺が判断してやっぱ動かして鳴らすから、ウィーンと止まります。うん、鳴らしませんまだ俺。うん、そいつさ、俺が止まったじゃん。そいつはさ、止まらせてまで前に一回出たらそのまま慌てて前出りゃいいじゃん。うん、違うの、なんかむしろ止まんの。え、でこれ何と思うじゃん。うん、何止まり。うん、でだから妻が言うには、いや、猫とかもさ、危ないと思うと止まるじゃんみたいな。あ、びっくりして。びっくりした硬直なんだって言われて、まあまあそれはいいやとか思って、まあいいやと思って、で止まるじゃん。そこでもまだ俺は鳴らさない。そこでもまだ鳴らさない。でそれでそいつが走り始めた。で走り始めて、その遅さにブーって遅く始めて、もう2個ぐらいちゃんと見送ってんのよ。でもじゃあそいつは今何で押されてんのって思うんだ。そいつからすればそいつの想定するクラクションからかなり遅れてブーがやってきたと思ってんだよ。ここでみたいな、多分許されたと思ったら、それで鳴らしたらちゃんとその後踏んで加速したんだけど。あ、そう。なんでそいつ腹立つの。俺もっとそれいろいろ考えてて腹立つなと思ったのは、なんかそのね、自分が危ない出方してなおかつビタ止まりするって俺の中で意味わかんなかったの。いやいや、お前が危なく出たならさらにその危なさを軽減するためにお前はそそくさ前に行けよと思うわけ。なんで止まるの、うん、みたいな。うん、だからさ、でもそれってあるじゃん、なんかさ、ドラマとかでもこうトラックに引かれる瞬間にさ、トラックが来た、危ないで止まるじゃん。いやいや、お前頑張って、ワンチャンあるじゃん、頑張って駆け抜ければ引かれないのにさ、得てしてさ、うん、なんか止まるじゃん。うん、あの構造なんだろうね、分かんないけど、こう理解するなら。なんかお前が目の前に出て危ない動きしたなら、お前は見やれることってそこに止まることじゃない、より逃げろって思うじゃん。うん、で俺がたどり着いたのが、待てよ、車においては、車の保険ね、保険の過失においては、完全に止まってた方は過失が低くなるってあるじゃん、どっちも動いてるよりもって。え、はいはい、っていうことは、あいつは自分から出てきたくせに、自分が出てきたくせに自分の過失を低めるために、自分が出て危ないのにさらに危険になるビタ止まりをしたのかとか思うと、めっちゃイライラしてきたっていう。ブーっていう度胸もすげえな。おい、お前が出て危なくて向かってくる車に対して、ここでビタ止まりすることで保険の過失と思う。いや、その度胸すげえな。逃げろ、逃げろ、さらに。それはないんだと思う。なんか多分、本当に、やばいと思ったら止まっちゃったみたいな。まあ、いや、斎藤さん、急ブレーキだと。まあまあ、グーッとかなってないよ。じゃあ、なんでそいつ、びっくりしてる。知らん、それは知らん。びっくりしてるっていうのはないと思う。ね、でだからさ、そんな話、そんな。